洞窟探検行ってきます。どんどん奥へと行ってみよう。僕の家にすごい敵の量、遊びに来ないでよ。皆さんどうも、バカバカップバカキンです。今日も頑張っておはじきやっていくよ。いきなりバカだな。今日も何回やられるのか、これ期待できるぞ。壁の外に出てもすぐやられるから、この中にずっといよう。そんなの何が楽しいんだよ。だったらお控えなすって、外に出よう。さあこの壁を越えて出ていくよ。あれだけど、どこから出ればいいんだろう。もう出れないし、この中に一緒いよう。出れなくなってんの？っていうか、ブロック置けば出れるじゃないか。あ、そうだった、これで出れるぞ。やった、クリアだ。何のクリア？めちゃくちゃ簡単なゲーム。今日は何をしたらいいのかな。見てるみんなが洞窟探検行ってくれって言ってるよ。洞窟？洞窟って長靴のこと？バカのレベルにびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。お、こんなところに洞窟あった。洞窟の中って楽しいな。世界一ちっちゃい洞窟、もっとどでかい洞窟の中に入ってったよ。でかい洞窟なら任せて、ごきげんよう。早く洞窟でやられまくるの楽しみすぎる。かわいい動物がいる、こんにちは。僕バカキン、よろしく。あれ、こっちの方に洞窟あるぞ。洞窟行く前にやられてて、なしも急にやられちゃったよ、テヘペロ。あれ、洞窟の場所どこだったっけ、分かんなくなっちゃったな。ほんと方向音痴通り越して、方向音痴だよ。こっちの方じゃなかったっけな。もうどこか分かんない。バカゲーム、もう諦めた方がいいんじゃないの。僕諦めるくらいだったら諦めるよ。なんだ、なぞなぞみたいな文章だな。もう意味わからなすぎて、意味わからん、意味わからん、意味わからん、ランランランルーランランルー。まだ見つけるのに時間かかりそうだから、それまでの時間すっぽんぽん祭りだ。すぽんすぽんですっぽんぽん、すぽんすぽんですっぽんぽん、スポンスポポポポンスポポンポンスポポン。あれはもしかして洞窟だ。さっき言ったところかな。やった、見つけられたよ。この中に冒険だ。松明も持たずに進んでってる。中見えんのか。洞窟の中には何があるのかな。お宝とかあったりするかな。やるじゃん。そりゃ落ちてやられるよ。何も見えてないんだから。洞窟どこだったっけ。もうよくわかんなくなっちゃった。あったあった、洞窟。さっきと違う場所の洞窟かな。どんどん下へと降りていっちゃうよ。こっちから下へと降りれそうかな。あれ、真っ暗で全然よくわかんないよ。ははは、松明なしで人生終わり。お、こっちの方から降りていけそうだよ。どんどん奥へと行っちゃうもんね。真っ暗すぎて何やなんだか全然わかんないじゃないか。先に進めば何かあるはずだよ。どんどん行っちゃうよ。思いっきり行き止まりにぶち当たってんじゃないの。暗くてもう先進めないじゃない。どうしよう、もう身動き取れないんだったら出たけそうかな。それはもう最高の飯馬だね。なんかよくわからんとこ落ちてきて明かりがあったよ。そうだけど、もう地上には戻れなさそうだね。それはもうとっくの昔に、まあまあ見よ。こっからどうすんだろうな。だいぶ下へと来ちゃって、ここを僕の家にするのもいいかもしれないね。家賃0円でいいかもしれないね。そうでしょ。なんかいる。もしかして僕より先に
住んでた人いましたか？こんな暗いところモンスターいるの？当たり前だのブラックマン。お邪魔します。いいお家ですね。ああやられてる。洞窟探検やられまくりで、マシュマ。夜だし一旦拠点でのんびりしようかな。早く朝来ないかな。なんで入ってきたの？普通に壁乗り越えて入ってきてたよ。人ん家に勝手に入ってくんじゃないよ。出てってくれよ。これは面白くなってきたぞ。なんかすごい量の敵がいっぱい集まってきたんだけど、どうしたらいいんだよこの状況。お願いどうか言ってよ。爆発しちゃった。僕の大切な家がなくなっちゃったよ。最高すぎる展開。さすがバカキンだね。よくもやってくれたな。もう5点です。どうしたらいいんだよ。もうやられたくないよ。お願いします。やられたい。お願いします。次元もどこ行け。なんで近づいてくるんだよ。何度も何度もやられて、メシウママ祭り。ようやく朝が来た。じゃあもう家の修復と行きますか。ここに穴開けて家にしようかな。なんかいい感じの家ができちゃったよ。どこが家だよ。ただのデコボコじゃないか。壁も置いて、もうこれで化け物は怖くないぞ。今度は化け物入ってこないかな。夜になるのが楽しみだね。夜になるまではまた洞窟探検でもしようかな。こっちに洞窟あったはず。あ、ここだ、ここ降りてこう。またやられてるよ。何回やられたら気が済むんだよ。ここら辺は割と明るいな。あ、なんか変わった石あった。これはもしかしたらアイテムかもしれない。ゲットしていくよ。素手で削っちゃってるよ。そろそろ道具とか教えてあげないとダメか。あれ、アイテムどこ行っちゃった。なんかなくなっちゃったんだけど、落ちてっちゃったかな。下にどんどんと降りてったらあるかな。どこに落ちちゃったんだろう。全然わかんないな。やられるギネス記録目指してんのかな。夜が来ちゃったから家の中で朝を待つとするよ。今日はもう攻撃されないと思うから安心だ。嘘、攻撃されてる。なんで？また壁ミスってんだろうね。さすがバカキン。お返しだ、くらえ。どうだ、こっちの攻撃は。あれ、全然当たってなさそうだぞ。どこにいるんだよ、敵。もう全然わからない。うわぁ。なんで人ん家に入ってくるんだ。もう二度と来るんじゃない。うわぁ。ああ、やられるのったし。もういつもいつも倒してくれてありがとうございます。ふぅ、なんとか朝来て助かったよ。なんか朝なのに攻撃されてる。どんだけやられてんだよ。もうやられすぎて疲れたから今日終わり。というわけで皆さん、明けましておめでとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。